どんこんちゃいこれです。今回はハオマルと光ミル組み合わせ使っていきましょう。チートです。はい。まあ、公式チートというか、だからこれ間違いないんじゃないでしょうか、本当に。やばいです。まあ、考えてほしいのが、耐久力が低いけど、追い打ちリーダー持ちで、火力も強いハオマル。そして、耐久力最強、火力もまあまあある、光ミル。組み合わせるとどうなるかなんてもうね、誰でもわかると思うんですよね。もう詳しくは動画見てもらえればわかるんで、これ以上話しません。で、今回ちょっとね、二つ編成使ってみたんだけど、先に紹介するこっちの編成が、まあ、ブラダマンテとトモザワが入ってるんだけど、これ別にね、いらないんで、ちょっと編成変えますね。はい、こんな感じの編成が多分いいと思います。はい、ハオマルですね、これ、烈強化武器で火力上げてます。まあ、ブラキ武器ある方は、ブラキ武器の方が火力高くなるんでいいかなとは思いますが。で、ナイトですね、ナイトこれね、ドラキラつけれるんで採用してますが、全然光キャラでも OK です。はい、ちょっとね、運馬とかの階層がめんどくはなるんだけど、言うて強いし、多分ワンパンできるんで、ドラキラ別にいりません。なんでね、ゼラとかで全然 OK です。火力出るキャラですね。で、ゼラの場所、ここはもう当然ね、ゼラですね。まあ、ブラダマンデみたいに火力出るキャラでもいいんですが、ゼラがいる方は絶対ゼラにしてあげてね。で、ブラキディオス2個継承してるけど、これどっちもね、自由です。ただ、火力上がる方がいいから、ブラキディオス継承してます。で、挑戦はカムイ継承っすね。これ、暗闇耐性プラスあるんで、もうほぼほぼ必須ですね。挑戦つけてあげてください。で、カナンですね。カナンの場所もほぼ自由です。ただ、まあ、カナンが一番いいかな。で、アギダイン継承してあげてます。はい。で、フレンドに関しては、光ミルに操作負荷耐性武器継承と。編成はこんな感じです。じゃあ、実際に使っていきましょう。はい、ということで、この組み合わせ実際に使っていこっか。ちょ、多分最初に、あれだよね、編成紹介してるよね。忘れてなかったらしてると思うんだけど。ちょ、先に動画撮ってるんでね。まあ、やっていきましょう。で、ちょっと一旦軽く見てみたいんで、ちょ、まあ、サクッとコンボ組んでみて、はい。光9個を組みながらの十字消し。これで最大火力出てますね、余裕で。光6個でいいんでね、厳密には。これで、わかんねえけど、ナイトが5億で、ベラダマンテが6億で、友沢が3億ぐらい出てるのかな。わかんねえけど。やばない。でね、これね、あくまででもね、おまけなんだよね。道中戦うときは、もちろん無効貫通なんてそんな簡単に組めないんだけどね。組んでもらいたいのが、光の一列なんだよね。で、光の一列組んであげると、泥強の覚醒、そして、烈強が覚醒、二つとも乗るんで、はい、これで火力見てほしい。11コンボ。さ、これで火力が、もう2億6千万とか2億とか、軽々出るんだよ。化け物じゃね？てか、光の列入れるとね、マジ。やばいんよね。で、光ミルって、そもそも耐久力めちゃくちゃ高いんだよ。まあ、魅力でもあるんだけど、光ミルって本当に。耐久力が高すぎるっていうのが。ガチで高すぎるんだけど、正直、今の環境においては、まあ、いらないんだよね、実際の話。これ言っちゃあれなんだけど。強すぎるがゆえにいらないところがあって、ちょっと待って、パズルミスった、普通に。普通にミスったんだけど、そう。耐久力高いのはもちろんいいことなんだけど、高すぎるんだよね。そうで、まあ、今の環境、裏営業行くくらいだったら、そこまで必要なくて、だったら、リダフレを、光ミルにしてあげるわけではなく、フレンド側だけとかね、あと自分のリーダー側だけとかをハオマルにしてあげると、ちょうど今の裏営業でね、余裕で戦える。まあ、だって、HP89000 あって半減あれば、実質 HP178000 か。まあ、裏闘技場2ぐらいでも余裕で戦えるし、かつ光の六個消しで追い打ちができるようになったから、光ミルのかなり弱点であった、追い打ち組みながらの十字消しっていうのが不要になったから結構戦いやすくなってると思う。ティファとかと組み合わせた場合ってさ、ハオマルって十字組む必要ないから光の六個消ししといてあげれば火力出し続けれるんだけどね。光に見ると組んだ場合はやっぱ十字消し必要だから結構パズルむずい実際。そこ弱点かな。回復力もちょっと低いんだね。あ、違う、これあれか、今あれ食らってるからか、びっくりした。あれだね、ブラキディオスだっけ、合ってるよね。あれ違うっけ、ブラキディオスじゃねえや、誰だっけあいつ。あれブラキか。ブラキだったら合ってるはず。ブラキまでは合ってるはずなんだけど。回避力 75% 今食らってるんだっけ。そうだね。75% 激減食らってるんで。だからか。びっくりした。だからちょっとここカムイ使ってあげて、光作りながら倒しとこう。光で作んであげれば絶対火力足りるんで。そう、裏行ぐらいならね、光の列余裕で火力は足りるから。はい、これで。さあ、皆さん。来ましたか、サムライスピリッツ。もうこんなに言うのもあれだけど、引いてる方多いと思うんだけどね、もしね今回スルーしてる人はね、まだ偉いと思う。これね、本当にね、まだスルーしてる人ガチ天才だと思うんだけど、多分ね今日と明日あたりでハロウィン来ると思うんだよ。で、まあわよくばよ、あわよくばだけど、まあ、ハロウィンゼラとかね、もしかしたらハロウィンサレーヌとかね来るかもしれないと、まあ、それだけだったらいいんですけど、まあ、運営がどうだろうな、
弱いキャラを今出してくると思えなくて、最近の運営的に。となると俺予想なんだけど、まあハロウィンゼラとかの場合はちょっとわかんないけど、例えばハロウィンサレーネとか俺全然来ると思ってるんだけど、経験値倍率が 1.8 倍だったのが、まあ、例えばね2倍になって出てくるとかね、俺全然あると思うんだよね、マジで。運営のことだし、普通に2倍ぐらいで出してきてもおかしくないと思うんだよ。ってなったらもうランク上げ勢からしたら 100億%人権じゃんね。サムライスピリッツ攻略で大事だけど、ランク上げ勢だったら絶対経験値2倍の方が大事じゃん。で交換できますよってなった場合さ、まだいいけど交換できないなんてことになったらさ、もう事件よ、はっきり言って。いやまあでもさすがにないと思うけどね。やっぱやめとこう。待って、こんな話すのやめとくわ。本当に実現したら怖いからやめとくわ。やだわ。交換所なしで経験値2倍のサレーネとか出てきたらもう確率 1% 交換所なしみたいな。絶対炎上する、マジで。絶対また燃える。いやさすがにないか、さすがにないと思うけど、まあそんな感じのニュアンスでね、キャラ実装があってもおかしくないんですよ、今の環境においては。そうだからまあ石はねいつでも使えるんですから、本当に。まあまだ残してる人は賢いと思う。でさっきからこれマジで強えな、本当に。待って、これガチで強いパターンのやつじゃん。なんか最近のキャラさ、裏異形だとマジで余裕になりつつあるよね。つってもね、あのね、攻略動画でね、超壊滅無限回力なきついんだよね、さすがに。あれそんな簡単に勝てねえし。そう、俺実はまだ一回も勝ってないからね。まだ温めてるんだけど、ネタとして実際まだ勝ってないからね。にしてもでも裏異形はかなりオーバースペックなキャラがもう増えてきてる気がする。特にまあこの編成の場合、光ミル使ってるからね。だって実質 HP 17万8000って化け物でしょ、普通に。で火力こんだけ、3億。いいね、ブラキンと様子武器も強えな、マジで。光ドロケをめっちゃ作ってくれるし、まだバインドされてるんだが、やる気ねえのか。ここしっかりと、十字組んであげて。あ、待って、光ないな。光上で早く作ってほしい、早く作ってほしい、早く作ってほしい、早く。ナイス。ちょっと列入ってないんだけど、まあ、言うて列入ってなくても火力やばいんだよ。まあ、列はあくまでおまけだから、正味ドロケオも強えから。オッケー、十字入れながらの、これで。半減張りながら回復力も高いし、火力は、あ、ちょっと低め。ちょっと低めだった。ごめん。せやね。で、まあ、武器で列強化もつけてるしね。てか、すげえな、この編成。光ドロキョウと列が。やばすぎる。はい、オッケー、1億。突破していく。マンティカのルーレットがあるから、回復欠損してるけど安心だね。さ、バースか。ちょっと、ま、個人的に、ま、ヘラニクス来てくれたら、友沢使えるよって言いたかったんだけどね。ヘラニクス来た場合は、1ターン目で、あれなんだよね。光2ターン消せなくなるんで。まあ、一応消せないドロップ回復とか、軽減あれば安心かなって感じだけど、まあ、言うて、光ミルいるんで2ターン回復十字で余裕で耐久できると思います。はい。で、まあ、今回ちょっと来てないんで、まあ、サクッと倒したいんだけど、ちょっと倒しに行こっか。せっかくだしね。友沢使おう。で、光の無効換組みながら、まあ、いい感じにコンボして、なんとかなるでしょ。多分。ならんかったらその時考えようぜ。行きまーす。光無効感組みます。でここで十字組みます。待って、パズル絶対見せれたくないね、今日は。ちょっと待ってな、冷静に行こう。一回よし。さあこれで光、火が落ちてないからこうして水まで。いや完璧ちゃう、これ。これみんなやばいよ、今日一うまいパズル来た、やばっ。これはマジで俺の、これマジ誰かメモっといて、このパズル。は？マンティカーのおかげで今の。じゃああれさ、指長いってバレたら下手ってバレるから、今のさ、指長いってこと秘密にしとこう、マジで。22秒操作時間あったことは黙っとけば、マジで今のプロパズラだったわ。だから22秒あったら誰でも組めれるけど、それ黙っとけば今のはマジでうまかった。やばい今の。どうしようかな、これ。次の回想ノリで倒せると思うし、ハオマル使います。まあ、クンプワンパン狙いたいんで、できれば。昨日もクンプワンパンした気がするんだけど。あ、ちなみにこの編成、リダチェンはね、結構対応ね、厳しいんで、まあ、そこはちょっと許して、さすがに。さすがに。リダチェンまでは、ちょっとね、厳しい。光無効感組みながら、まあ、いい感じに組んであげれば倒せると思うんで、いきまーす。言うてね、コンボ加算があるからね、ちゃんと十字だけ組んであげれば、大丈夫だと思う。いや、てか思いたい。これね、なんか難しいね。ちょっとこんな感じにしちゃったり。しながら、これもう十分じゃない？これでね、これで無効換組みながらの、十字組んで、さらに9コンボ組んで2コンボ加算入るから11コンボで、無効換の火力あるからね、いけると思うんだよね、余裕で。はい、11億キラー乗って11億よ。
ナイト、ドラキュラやばいから。ちょっとこれ強すぎる、もしかして。あれ、ちょっとこれ強すぎるのでは、もしかして。これちなみに挑戦とか使ったらね、あの指も少し伸ばせるんでね、パズル不安の時は挑戦もどうぞ。マンティコアとかなくてもね、指は一応伸ばせます。言うてでもね、デフォルトだと指が10秒とかなのかな、ちょっと短めなんで、そこは注意。はい、まあ列組みながら追い付くんであげれば当然倒せるんで、まあ、特に何の問題もなく突破していきましょう。楽しいな、この編成。いいね、マジで。楽しい。で、ラスト。もう終わらせちゃっていいのかな、これ、普通に。指何秒なんだろう。あ、11秒なんだ。結構あるね。挑戦1ターンで溜まるから、ちょっと盤面整理だけ一発目して、それで倒していこう。せっかくよく来たしね。いや、これ万が一、回復ドロップ降ってこなかったら、ちょっとその時はもう、ね。まあ、さすがに降ってくるでしょ。いや、いくらなんでも。さすがにね、2個は降ってくる。76だから。まさか。よしよしよし、オッケーオッケー。で、ベラドマンテ使って、めちゃくちゃ光作って、これで倒していこうぜ。パズルどんな感じでいこうかな。光分割しながら、回復十字必要だからね、そこだけ忘れずにって感じで。まあ、とりあえず行きます。はい。ごちゃごちゃ言う前に行っちゃいましょう。ここで闇組んで、火組んで、光向こうかな、ここで組みたい。で、ここでしっかりと回復十字組んであげて、OK かな、これで。よし。まあ、無効感組みながらの8コンボ、倒せると思うんだけど、どうかな。マジっすか。10コンボ必要か、やっぱり。あ、じゃあ、あれかもね。最後は、あっち残してた方がいいかもしれんわ。この、なんだっけ、ハオマルか。ハオマル残した方がいいかもね。で、これ言うて、でも耐久簡単なんで、ちょっとじゃあこれ HP 回復させて、耐久します。じゃあちょっとごめんね、カットするね。やっぱこれは最後やっぱスキル使わして、せっかくなら。ないと、どうしようか、何使おうかな。せやな、じゃあここ挑戦使って、ナイト打って、で、さらに友沢も打つわ。これは絶対抜けるやろ、さすがに。これ抜けんかったらもう化け物やで、よけたぞ、はっきり言って、こんな。これ耐えられたら。ね、さすがにいけると思うんで、いきます。まあ相当なパズルよ、これ、はっきり言って。自分で言うのなんだけど。相当なパズル。これはいけるやろ、さすがに。オッケー、ワンパン。ワンパンじゃないけど。まあ、じゃあ今回はね、光見ると、ハオマル組み合わせ使ってみました。で、まあ、せっかくなんでちょっとね、光ゼロバージョンも使っていこうと思います。多分動画の冒頭で言ってると思うんだけどね。先に一回、あっちの編成使ってみたんだけど、まあ、よくよく考えたらベラダマンテも相性最悪だしね、はっきり言って。うん、10コンボ強化なかなか乗りづらいからね。そう、だからそれだったら全然光ゼロでいいんじゃねって考えたら、絶対光ゼロでいいからさ。ちょっとこっち使っていこうと思います。はい。で、カルコンは十分2億超えるので、余裕で。全然さっきの遠征と変わらず強いところはそのまま引き継げて。っていう感じかな。で、まあここに関しても回復十字2回組んであげれば耐久可能と。で、まあちょっと立ち回り見せちゃったんだけど、まあいいや。ここじゃあね、普通に光ミル使って倒していきましょう。はい。光ミル使ってあげて、回復十字組みながらの無効貫通。本当はね、光が消せなくなるのが回復されたターンに突破すれば、光も多くて簡単に倒せると思います。いやー、ミスったよー。まあ全然倒せると思うんで倒していきます。はい。まあ皆さんはね、ミスらないようにしてください。まあでも余裕で倒せるんで大丈夫です。はい。で、続きまして18階層。ここ誰来るかだね。運魔か。運魔に関しては、消せないドロップしてくんのがうざいなってぐらいで、そこさえ避けれれば簡単に倒せるかな。避けれない。はい、どうだ。さあ縦か、オッケーオッケー。じゃあここゼラ使っちゃいましょう。はい、ゼラ使います。で、ここね、意外とパズル難しいから注意。そう、これね、マジで意外とむずいんだよ、パズルが。待ってね、列組んで回復一列。無効感は絶対組まなきゃダメだしな。じゃあいきます。意外とパズルむずい問題発生するから。オッケー、こんな感じ。うん、オッケーオッケー。これで無効感組みながらの、十字組みながらの10コンボ、これは余裕で倒せると思う。でもここ意外とパズルむずいから注意。ただまあナイトにドラキュラ3つ植えれるんでね、ナイト軽くやばいから、この子。
さあ続きましてクテルフ、これに関してはレッツ組みながらドーンでいけると思うんでレッツ組みながら倒していきましょう。この階層に関してはまあアザトス来たらね交換呼んであげてからでいい、待って油断しないと指短いから。はいこれで、あ6コンボやばい、ナイス落ち込む、危ない危ない、こうちゃんと7コンボ組んで倒してあげてください。7コンボ組めば絶対倒せます。はいオッケーで19階層は20階層か、挑戦あるんで挑戦使おう。おいいね、クティグアの方が戦いたかったんだ実は、こっちの方がねやっぱね覇王丸のリーダースキル発動できるから。で、覇王丸使って、ナイトも使っちゃいましょう。せっかくなんで。んで、無効管組みながら、十字組みながら、いい感じにコンボして倒したいんで、いい感じに行きます。行きましょう。下で無効管組むわ、ここで。うん。間に合わない落ちや。あー、これ。あー、今、無効管2個にできたー。でも言うてそれはちょっとずるいからこれだけ軽く見てほしいんだよね。こんなんでも5億よ5億バケモンでしょはっきり言って。今無効管もう1個組めたら7億ぐらいいったんじゃないか多分っていう感じでね、あの本当に光ゼルドも強いんでぜひね覇王丸引けた方は使ってみてください。ということでよろしければチャンネル登録高評価お願いします。はい本当にご視聴ありがとうございました。バイバイ。